はい、始まりました。映画の話し,したすぎるラジオリニューアル第92回になります。この番組は大阪の南森町にある日帰り店長によるイベント型カフェバー週刊マガジンで映画トークバーイベント映画の話し,したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話し,したすぎるバー店長の山口です。マリオンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 はい、今回、ちょっと原口さんと前田さんの参加が不確かでして、とりあえずマリオンさんと二人で始めております。で、いつもこのタイミングオープニングトークしてるんですけど、ちょっとですね、あの、すずめの戸締まりの超ど急のメールが2通届いてて、これを <laughs> 優先的に読まないとしょうがないなっていう感じなので、読みますね。なるほど。はい。はい。で、おそらく、 超ネタバレになるので、あの、ネタバレ気にされる方は、オープニングパートは飛ばして聞いてください。じゃあまず1通目、KMPT さんからいただいてます。こんにちは、初めてメールいたします。いつも楽しく、興味深く聞いています。すずめの戸締まりの感想です。鑑賞直後といろんな意見、思考が下手、長文乱文になりますこと、あらかじめお許しください。 鑑賞直後は様々な感情が衝突し困惑しましたが、なんか合わなかった印象が少し強かったです。かなり序盤の展開から作品との距離を感じました。さんが金見石を 引き抜いたことで物語は展開していくのですが、椅子に変えられた蒼太さんを戻さなければならないという強い責任感は良いものの、衝動的な家出が養母との関係をこじれさせ、旅をしていく過程でそこを無駄に悪化させているように見えました。経済的障壁の乗り越え方、電子マネーの使い方、それを追跡する展開も結構危ういバランスの上で成り立っていると思いました。 東京のミミズ出現パートにも違和感を覚えました。鈴目さんが橋を飛び降りたお茶の水は外堀。浮き上がった場所は石垣がある内堀のように見えました。大阪で言うと宮川から大阪城堀まででしょうか。知らんけど。 皇居の下ということはおそらく二次大戦の意向かと思われます。それまでは廃墟となった温泉街学校遊園地に後ろ戸がありましたが東京だけはそれまでの短さとスケールが急に突き放されていきましたその後に玉城さんと芹沢さんと合流してからさらに旅を続ける展開にも置いていかれたような気分でした 社中の選挙区にはわざとらしさししさか感じませんでしたそれまではミミズが人っぽいなとか大臣って久兵衛とネコバスを足して2で割ったような感じだなとエア音楽をハイブリッドさせる器用さに感心していましたがいきなりダブルコーテーション付きで引用され困惑気味佐大臣の登場そもそも大臣っぽいのですかあの猫クゲマ眉とかなら分かりますが態度のでかさで大臣任命しますかあと佐大臣というよりかは黒大臣の方がしっくりきます 都合よくある自転車ささくれのような小さな扉がどんどん開けっぱなしのままにされていきました極めつけは大臣の扱い方です 前半は悪者であるようにミスリードしていきますが悪気がないと分かった段階でもあっさりと見捨てられていきました個人的に鈴メさんと玉木さんの関係は大臣と鈴音さんの関係に重ねられたので結構ショックでしたでも左大臣がいるからこう取り違えたので生みの親に返しますくらいのノリなんでしょうか最終的に鈴音さんを助けたのは自分自身でしたという展開は好きなので 各部屋の扉は閉まってないけど、照明玄関を力技で閉じられたというのが直後の印象です。そこからいろんな意見を見聞きした結果、自分を救ったのは結局自分自身でしたという展開においてこの作品はノーランのテネットだと結論づけました。そうすると全て違和感なく解釈できるからです。鈴目さんが蒼太さんに出会い、これ、旅立ち、交通手段、出会う人々の優しさも全て予定されたものです。 すずめさんが最初に床屋に入る扉は絶対に壊れませんし、大臣も金見氏に戻ります。そういう運命、とい予定説です。この作品のことを思い出しながら、この心境で今はお返しします。追伸このメールを送ってから、なぜか気が咎めるので T シャツを買います。かしこみ、かしこみ、と。<laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。こら、人を荒ぶる神扱いしちゃダメでしょ。<laughs> <laughs> <laughs> お供え物して沈めようとしてはダメでしょ、ちょっとちょっと。<laughs> そうですよね。別にこう、怒りませんけど、こんな。<laughs> まあはい、買っていただいてありがたいですけど、ね。はい、ありがとうございます。<laughs> まあ、あの、結構否定的なご意見ですけど、結構わかるなぁとは思って、うん。まあ、あの、鈴芽が旅するように物語がどんどん背中を押していくので、そこの、 まあ、都合の良さって言ってしまったら、そこまでなんですけど、それはあるなっていうのは確かに思いましたね。うん。 まあ、前田さんが結構その、深海誠先に苦手って言ってるところって、まあ結構近いところを今回指摘されてるなって思いましたよね。やっぱなんか、なんか都合いいんじゃないみたいなこと結構よく言われるじゃないですか。その主人公にとっての都合のいい世界みたいな、芸デクみたいな、ふうなふうにまあ言ってることが結構多かったので、まあそういうのにまあちょっと近いような解釈をしつつ、いやでもそれはある意味必然じゃないかっていうふうに捉えて、まあある意味ちょっと肯定的に捉えてるって感じなのかなというふうにもずっと。 このお便りからはまあ見えたかなって感じはしたんですけど。うん、そうですね。まあただロードムービーなんでね、その家庭が旅路を背中を押していくっていうのはまあしょうがないっちゃしょうがない部分もあるかなっていうのはあるんですけど。うん、うん。あとまあ、えー、っと、 子供のスズメを自分で助けるっていう輪廻が閉じてる感じは、僕ちょっと不健康にも思えるとこはあるんですよね。うん自己完結してしまってるというか、その、世界に対して働きかける世界の中で、結局自分を助けるのは自分ですっていう自己完結してるところは、決していいことではないかなとは思ってて、うーんむしろ自分じゃない人が自分を助けて、次は、 自分が自分じゃない人を助けるっていうふうに、善意が連鎖していく方が綺麗な話だとは思うので、あ<ー>なんかその、結局自分のお尻を自分で拭くっていうふうに言ってしまうと、なんか実は作品テーマからずれてるんじゃないかなって思う部分もあるんですよね、そこは。ああ、なるほど。まあ、あの、おっしゃってること結構わかります、僕は、まあ。その上で僕は肯定的な部分を拾って、 って捉えてる作品なので、このあたりに関してはね。大臣の部分は僕結構飲み込めないなとは思ってますけど、その、うん、お便りの中で言われてた日の部分は、僕は割と肯定的に捉えてるところはありますね。うんうん。では、もう一つ重いのがあるので <laughs>、行きたいと思います。はい。あ、原口さんがいらっしゃってます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。原口さんまだ番組内で、すずめの戸締まり、 お話ししてないので、ぜひ、このお便りの後にちょっと添えてもらえたらと思います。はい。みんなが触れてない分、一点だけ軽く。あ、了解です。はい。じゃあ、二通目。これがね、さらに重いんですよね <laughs>。<laughs> はい。<ー>じゃあ、いきます。店長の皆様、初めてお便り差し上げます。ラジオネーム、ファムファタールに出会いたいです。これもしかして、バーのお客さんの方ですかねどうなんだろう。あ、なんか、 ちょっと思い出す人いるな。<laughs> <laughs> もしかしたら。あの人かなっていうちょっと気がしますけど。もしかしたら、バーのお客さんかもしれない。はい。もしかしたらそうかもしれないですね。はい。うん、えー、っと、ポッドキャストの語りをいつも楽しませていただいてます。早速ですが、新海誠の最新作、すずめのとじまりを見ました。物しけなのを承知で取り留めもない感想を勝手に送ります。届けこの思い、溢れるな俺の自意識。えぇ、ー、<laughs> やばいですね。もうすでに。<あー> <laughs> <laughs> はいえー、長くなりすぎましたので、話題にできそうな部分だけ読んでもらいましたら幸いです。また作品に対しての賛否はつけられません。感情がないまでになっていることを事前にお断りさせてくださいませ。 公開規模について、皆様ご承知の通り、どれだけのスクリーンとその時間を占有しているのか、率直にすげえ規模だなと思わされました。まさに分刻みな映画館のタイムスケジュールを目にすると、この映画に寄せられた期待や思い、課せられた使命を感じざるを得ません。10代の頃、好きな映画、秒速ですね、と口にするときは、アニメーション映画であることを理由に相手を選んでいたと思います。 a k b にも EXINE にも K-POP にも乗れなかった青春時代、カッコ付きの僕のために映画を作ってくれていた、と今振り返ると錯覚していた新海誠。10年近く経った今、彼はみんなのために様々なものを背負い、背負わされて作品を作っているんだと身勝手にも推測します。鑑賞した東方シネマズ梅田本館にはいろんな人が集まっていました。みんな楽しそうでした。僕もワクワクしました。 見終わった後、心がザーザーしました。深海マクトの背中は眩しくてずいぶん遠くにあったからです。大臣という存在。普通に見ていると、結局いいやつなの悪いやつなのという問いが出てきますよね。実際、干渉した知人からも言われました。劇中でも神は気まぐれと言及されていたと思います。人間を超越した存在が神だとすれば、それはちっぽけな人間の道理なんかに沿わなくて当然で。 所詮人間目線でしか表現することができないのであれば、良し悪しを決めること自体ナンセンスです。現実でそんな返しはできません。そんな前置きをしておきながらですが、ちょっとラー的に描きすぎではと感じました。個人的にはノイズにさえ感じるほどに、たくさん死ぬねなどのセリフは無邪気さの表れ、人とは異なる神目線でフラットに事実を捉えている。ともすれば、死自体も悪いものではないかもしれない。ラストシーンの効果は最大化するための布石なんだ。自分を納得させるための理由づけはできても 着前としない大臣って何って困惑させて結局よくわかんないじゃん。娯楽作として見に来る観客も困るよ。 岩とずめという少女、ずめ大好きかどうか、正直判断に悩みます。過去作における女の子の描き方や、昨今の批評、社会の要請から、今作は登場する男性が極めて限定されています。ずめちゃんが相対する異性に同年代の男の子は出てきません。宮崎という地方で生きる高校生はきっと、等身大で生きることしかできないと思います。僕、私は切り離せない自意識と戦いながら、見栄を張ったり誰かを好きになったりする高校生、彼らが抱える感情はとても複雑 複雑で俗っぽく、純真さとはかけ離れた感情を持つことさえあり得ます。なんなら徹底的なリアリストとして生きているかもしれない。17歳の男の子と向き合うスズメちゃんは一体どんな振る舞いをするのだろうと感じた次第です。 そして劇中の男たち、いや女性を含めた全ての人々は、玉木さんの感情の発露を除けば、横島な感情をスズメに向けません。全てが優しすぎるのです。スクリーンの外には辛い現実が待っているからこそ、スズメが出会う人々の優しさは、私たちの目にとても映える。時に映えすぎてしまうとさえ思う。作劇場の都合もありますが、そんなにうまくいくかルミさんもチカさんも善人すぎないか本当に寂しいのは、こんなことを考える僕の方かもしれません。 でも、大臣の姿が異常とも言えるスピードで拡散される SNS があの世界にも存在します。負の側面が強調されつつあるそれが出てくる世界だからこそ、人の優しさを信じられない人間もきっといるでしょう。作品への,作品への愛からこそ、丁寧かつ繊細な演出が覆い隠しているものを忘れてはいけないと思いました。おい、ソータ、なんで立教生なんだ と言いたい。天気の子も印象的なシーンは池袋でした。実は私、同大学の出身です。立教生はね、キラキラしてふわっとしてほどほどにいけてることを重んじているので、歴史とか勉強するのには向いてないよ。 フィードワークするにしても、もっと選びようあるだろう。貴様のような立教生がいてたまるか。その点、セリザー君はいい。ちょっと痛いくらいの自意識を抱えつつ、根は真面目で友人思い。そういう学生はちゃんといます。友達にはなれなかったけど、はためでその存在を感じていました。それで、都知事について。それだけじゃ食えないってしんどすぎるね。現実って。 教師生活してたら、全国各地を閉じに行けないと思うのは私だけではないはず。ハードワークがたたって心がすさむだろうから、当地の人々に思いを馳せる余力がなくなってしまわないかと心配です。あと、金見石って刺すのも抜くのもそんなにイージーでいいのかよと思ってしまうのは僕だけですか役目を与えられている叱るべき存在だからこそ、世界に危機に立ち向かえる。 そうでないと凡人として生きる人は寂しいですからね。すずめちゃんは臨死体験を超えているから、ただの人じゃないんだと理解しても良いのですが、物事に理解を求めすぎてしまうのは良くないかもしれませんが気になりました。災害を取り上げることを是非。 直接の被災体験がない私は、それが良いか悪いかなんて決められないし、言及するのもはばかられます。震災から10年以上の時が経ち、その痛みをろくに直視してこなかったことを反省するのすら忘れていた。劇中ではセイザー君の態度が印象的です。北上していくオープンカーは、軽快に飛ばし、風は心地よく流れていく。立ち止まった時には、都会暮らしでは普段感じられないものたちが広がります。キラキラとした水平線、まばらな緑、高々と昇った太陽といったそれらの符号が揃ったその時、いい 景色だと口からこぼしたそこに対応はなく純真なる感情の発露だったのでしょうそれを聞いたスズベの胸中とは無自覚な彼は責められないでしょと言いたくなってしまうこれは同じ言葉を口にしかねない私たちを守ろうとした自己弁護でしょうか本作ではいわゆるミミズという存在が目に見える形での災害のつぼみ として描かれます。そしてミミズは、都知事の所業によって未然に防ぐことができる。それをどう捉えるかは完全に意見が分かれるだろうなと思いました。私は正直、人間の行い次第で変えられるなんて思い上がりでは、と考えてしまったので、否定的な位置取りです。本当は、奇跡を信じたいし、自分の大切なものを抗えない事象によって奪われたら立ち直れないくらい辛い。考えたくもない。救えるなら救われるべきです。でも、それでも都知事はどうなるんだって問いがどうしても残ってしまう。 そうたとスズメが、一時的ではあれど、下した判断。百万人の命を救えるなら人見悟空は仕方ない。その判断はきっと正しい。しかし誰かに押し付けていいのか、犠牲は必要であれば受け入れるべきなのか。あまりにも酷な問いです。ならばいっそ災害は人知を超えたものであってほしい。誰にも傷を押し付けたくない。みんな傷つこうといったそれまでの弱い考えですが、その甘さを捨てきれないのが今の時点での感想です。 総評に変えて、書き連ねっていくと終わりが見えません。一人深海誠マラソンが始まってしまいそうです。秒速5センチメートルを通して、弱く繊細な自分を嫌い、そして愛おしむという屈折した自己嫌嘩、イコール自己闘水を覚えた高校時代。ことのハの匂いは真実の愛は社会という稼働を超えられない。でもだからこそピアじゃねと大学生の自分をより屈折させました。 星を追う子供には、新海誠は大衆受け狙うんじゃねえ。ずっと俺のために作っててくれ。とエゴを爆発させたものです。君の名は以降については言わずもがなですね。作品を通して得られる喜びと、遠くに行って影ばかり大きくなる深海誠と募る焦燥感。 今作はそのタイトル通り、閉じまりする、ある意味で区切りをつける物語でした。これまでの作品とそのすべてを愛おしんできた自分とお別れをする、決別の物語と見ることもできます。過去からの卒業と位置づけるのが妥当かもしれない。でもあえてちょっとずらした見方をするならば、鍵をかけるのは過去を大切にするためだと捉えたい。今まで見せてくれた儚く美しい夢のようなお話。 育まれた価値観、屈折していようとも、共に寄り添ってきた自意識、手放しがたいその全てからちょっと離れて違う世界を知るために鍵をかけて一歩踏み出す。スズメの戸締まりはこのまま生きていっても大丈夫だよ。ちゃんと生きていけるからね。そんな力強さを鑑賞者に与えてくれる映画です。生命参加と言うべきものが根底には流れています。精一杯進んでいく深海誠は追いかける存在ではなく、もはや共に歩む伴奏者。だからきっと僕も大丈夫。そんな心持ちでこれからを生きていきたいですね。 語り残したことはまたの機会に、店長の皆様方と、ポッドキャストを視聴されるリスナーの実りある映画ライフを心よりお祈り申し上げます。長文乱文失礼いたしました。と。<laughs> はい。超対策ありがとうございます。はい、本当に。前田さんがいらっしゃいました。お疲れ様です。お疲れ様です。今、すずめの戸締まりの超ド級のお便りを2通読み終わったとこなんですけど。あ、2通もありがとうございます。やーばい,いですね。<laughs> 本当に <laughs>。 あのー、お便り送ってもらってる方は、多分あの、ブログかなんかでちゃんと記事書いた方がいいような気がしますけど、<laughs> すごく。<laughs> 内容が濃いんで、書いて残した方が僕はいいかなって思いましたけど、<ー>すごく熱量あったし、はい。やっぱね、好きな人ほど掘り下げてここはどうなんだろうっていう領域に届いちゃってる感じがありますね。うんうん。 そうですね。うん。あとやっぱり大臣周りは本当に引っかかってる人が多いというか、うん。進化こと好きな人ほど、でも見てる俺が大臣だからな、みたいな思い持ってる人多いと思うんですよ。<laughs> うんうんうん。そこで大臣が救われないのって、結構やっぱ、重複しかねる部分があるんじゃないかなって気はするんですよね。うんうん。そうですね。 まあ、あと、やっぱり、本当に、秒速5センチメートルとか、あのハットの作品が、いかに人を呪っているかっていうのを、なんか、ものすごく感じますけど、うん、僕を含めて。うん。うん、いや、呪われすぎでしょう。<laughs> いかなんも <laughs> いや、もう、いや、まあ、それはしょうがない。もう、やっぱ、多感な時期に、あれに出会ってしまったら、もうちょっとね、はい、っていうとこあるんですけど、はい、まあ、で、やっぱりそこから、こう、ちょっと、まあ、今の新海誠は、ちょっと外れてるところは結構あると思うので、うん そうなんですよねそれモチーフとか、うん、そこはなんか根っこの部分がめちゃくちゃ変わってるというわけではないけど、まあでも、本格的には違う路線に進んでるのはまあ確かではあるんで、うん、まあそこがやっぱり、なんとも言えないなって思う人もいるだろうし、うん、いや、僕は一緒についていくよみたいな人も全然いるだろうしっていう。うんうん、その自意識抱えたまま世界にアプローチしていくっていう、新海誠監督自体のフィルモグラフィーみたいなものが、すごいピンとくる人っていると思うんですよね。うん 秒速から始まって、むっちゃもう自衛識パンパンなんです。でもやっぱ世界と繋がりたいし、このままじゃダメだって思いあるから、だんだん物語自体が世界に寄り添っていく。で、それは君の名、で、天気の子、で、今回、スズめの戸締まりっていうのを経て、だんだんちょっとずつ個人は薄れていく。まあ、あの、天気の子はむしろ個人パンパンでしたけど、やっぱ、 あのー、君の名とすずの戸締まりは、個人っていうものが多少気迫になるというか、世界のあり方につながっていくっていうところがちょっと強調されてる話だったんで、やっぱその、あの深海誠がこうなるっていうのは、じゃあ僕もってなるっていうところ。うんうん。そこがやっぱね、救いやなって思うんですよね。うん、そうですね。本当に。うん なんか本当に、まあさっきのお便りにもありましたけど、良き伴奏者としてみたいな風に捉えるみたいなのって、うん、まあ僕も結構その考え方すごくわかるなって思って。うん。うん、はい。原口さんの通名の戸締まりはどんな感じだったんですか っていうかもうみんな語り尽くしてるからそんなき俺がどうこういうあれではないんだけども、最初、そう、マリオンさんとおっしゃるでみんながら最初結構個人的にヒットしたのが、うん、えっと、音楽の方で、うん、特に、ソうたさんが椅子に変えられて、猫をかけ始めるときにかかる楽曲。 キャットチェイスっていう曲なんですけど、はい。うん、こ名義上ではラットウィンプスの曲にはなってるんですけど、あの曲ってちょっとジャジーなテイストが入ってるんですね。うんうん。で、エンドロールで見てよかったんですけども、これですね。えっ、ー、と、あの楽曲に参加してるミュージシャンが、ソイルピンプセッションズっていうジャズのインストルメンタルバンドで、そっからトランペットのタブゾンビさんとピアノのジョーセイさんが入ってるっていう。はい。 っていうのが知って、うん、ああ、やっぱそういうかっこいいバンド、うん、ヒトラーンが入ってて、ああいう楽曲が入ってんのかなって思って、結構そこは個人的にはツボでお気に入りなところです。うん。うんうんうん。なるほど。あ,あそこの曲良かったですからね。そうそう。あの、よく編でもよくよく聴いてるの流ってるんだけど、あの辺を。うんうんうん。そこは結構個人的にはおっと思ったところで。なるほど。うん。なるほどね。で、あとですね、次回作ネタがあるんだけど、聞く<ん>、うん、今の時点で何か決まってるものがあるんですか あではないんですけど、えっ、ー、と、私が、 角納症手術の安静期間中に、神戸と大阪で舞台挨拶ツアーされてたんですけど、で、ちょっと取材依頼があったんですけど、えっ、ー、と、ちょっと殺害無理なので、えっねじむらさんに行っていただきまして。あ、はい、はいはいはい。で、ちょっとそれで撮ってきてもらった音源と写真で編集してたんですけど、今回ね、えっ、ー、と、新海監督と、えっ、ー、と、原奈乃さんと松村北斗さんの3人で回ってて、うん、質問コーナーがたっぷりと用意されていて、はい。 うん、で、その中で、終盤らへんで、とある女性が、次回作のテーマについて、あの、聞かれまして。はい。おキノ坊主記事はまとめてるんですけど、そもそも、結局、新海監督は、もう企画構想でいくと、今回の、スズメの戸締まりは、8年かかってると。うん、だから、あの、君の生と同じぐらいから作り始めてるわけなんですね。うん。 うんうん、で、君の名はとか天気の子でやりたかったことをようやくもっとうまくまっすぐ伝えるようにで、今回の作品がようやく作れたと。うん、というわけで、あの、新海海賊今もう空っぽ状態ですと。うん、だから、その次回作のテーマに疲れて、若干こう、困り気味というか、疲れ気味な感じで答えてたんですけど、うん、えっと、 さらっとというか困りながらも、宇宙とか行けばいいんですかね全然わからないですけど、笑いと。うん、宇宙行くのかなみたいな話が上がってて、<ー>ちょっとマリオンさんとかなんかいろいろ反応するとこあるかなと思ってます。まあ、まあ一番最初がね、宇宙ですからね、宇宙行く話ですからね、星の声って。まあ毎回その、多分新作公開するたびに次どうしようって言われて、毎回大変だろうなと思うんですけどね。まあ大体そういう時って。うんうん 本当にあんまりまだ何も考えついてないのかもしれないですし。うん、まあまあまあ。まあ僕たちは待つだけですよ。っていう。<laughs> そうですね。はい、はい。まあまあ。じゃあまあそんな感じで、ちょっともうオープニングトークは土級のお便り2通で埋まってしまった感じではあるんですけれども。はい。ではテーマトークいきたいと思います。今日のテーマトークは、ブラックパンサーワカンダフォーエバーです。 はい。では、映画 .com から解説を読ませていただきます。マーベル・シネマティック・ユニバースの一作として世界的大ヒットを記録し、コミック・ヒーロー映画として史上初めてアカデミー作品賞を含む7部門にノミネート。3部門で受賞を果たしたブラック・パンサーの続編。主人公・ティチャラ。ブラック・パンサーを演じたチャドウィック・ボーズマンが2020年8月に死去したが、代役を立てずに続編を制作した。 国王ティチャラが病により命を落とし、悲しみに包まれるワカンタ。先代の王ティチャカの妻であり、ティチャラの母でもあるラモンダが玉座につき、悲しみを乗り越えて新たな一歩を踏み出そうとしていた。そんな大きな岐路に立たされたワカンタに新たな敵となる海の帝国タロカンの脅威が迫っていた。監督・脚本は前作から引き続きライアン・クーグラーが担当。 ティチャラの妹、シュリ役のレティシャ・ライト、母・ラモンダを演じるアンジェラ・バセットをはじめ、ウピタニョンゴ、マーティン・フリーマン、ダナイ・グリラ、ウィンストン・デューク、フローレンス・カスンバラ、前作キャストが再登場。ワカンダの前に立ちふさがる海の帝国タルカンを率いるネイモア役を、フォエバー・パージュなどで知られるテノッチ・ウェルタが参加したと。 はい。では、ここからネタバレの内容入っていきますので、えー、気にされる方がいたら、ぜひ見てから聞いていただけたらなと思います。はい。では、原口さん、いかがでしたか触りの感想。 えっと、ちょっと今回これ見る前に前作を見た上で見たんですけど、はい、本音言うと、前作色をできてるけど、どこ面白いのっていうのが本音ではあったんだけど、うんうん、で、今回見て新しいブラックバンスー誰になるかっていうのは、横っこ見ると、スタイルとか体型にすると、こいつだろうなと思ったんだけど、そのなっていくプロセスがちょっと意外な方向だと私は感じたので、っていう意味でちょっと面白かったかなと思ってます。はい。はい。前さんいかがです えと私も今回劇場で見る直前に1位を見てから見に行って劇場で見てる時は楽しめたんですけど、うん、作品に対して結構微妙な気持ちというか今回の戦いの意義とかあったみたいなところは正直ありますね,なねなんか内容に対してうん、うん、ちょっと乗れない部分は多かったかもしれないうん、うん、なるほどはい。 マリオさんいかがですかそうですね。僕も公開初日と、あとちょっと昨日僕、IMAX で2回目ちょっと見てきて、ちょっと気になることとかちょっとあったんで、うん、もう一回見たいなと思って、うん、ちょっと2回見てきたんですけど、まあ、おおむね僕もまあ、見てるときはすごく楽しく見てるというか、まあやっぱり、チャドウィック・ボーズマンの詩っていう大きなことがあって、まあどう描くのかなっていうところで、まあすごくなんかそういう、彼に対するなんかそのリスペクトというか、追悼の意味合いというのがすごくなんか込められた、まあそのなんか、 家庭というか、なんか意義みたいなところはすごく、うん、わかると思いながら見てたんですけど、まあなんか、あんまり映画としては結構、なんというか、抜けが良くないな、みたいな、と言いますか、前編ちょっと新規臭すぎるな、みたいな気がちょっとしてしまうっていうのが、まあ正直な感想で、うん。まああと、やっぱりちょっと、今作で描かれる戦争とか、継承の話とかっていうのにも、ちょっとモヤモヤが残るような感じになってて、まあそれはなんか、 その劇中の和んらの人々もだし、まあ、制作人も、なんかその王の死を、なんかまだちょっと答え出せてないのかな、みたいな、そういう迷いみたいな感じにちょっとなってるのかな、みたいな風にはちょっと思いながら見てました。はい。はい。えっ、ー、と、僕はむちゃくちゃ面白かったですね。最近の MCU ではぶっちぎりで面白かったです。で、あの、正直 MCU ってもう作品作りすぎて、自己言及と自家中毒に陥ってるなって思って、 今まで MCU でやってたことをいじるみたいな、自分で自分をいじるみたいな、セルフパロディーみたいな、あるいはそのセルフカウンターというか、自分でやってたことを裏返してやるみたいな、その、どんどん、なんて言ったらいいのかな、ボトルネックっていうとちょっと似合っちゃいますけど、うん なんか自由度は減っていってるなっていう思いがある。というか、結局その MCU 映画にどんどんなっていってるなっていう思いがあったんですけど、今回そういうのではないなというか、社会的なテーマを持ったエンタメ映画っていうものとして作ってる。で、それはなんか MCU の動向っていう自己言及みたいなのをせずに楽しめるものになってて、そこは僕すごい好きでしたね。で、 まあしみったれた話だなっていうのはあるんですけど、僕そのしみったれた感は結構好きでした。はい。えー、あと、お便り、いついただいてますのでご紹介します。ハチさんでいいのかな初めて投稿いたします。わかんだ方言えば結論から言えば非常にアクチュアリティに富んだ作品だったと思いました。 以下、私が特に刺さったところです。シュリを演じるレティーシャ・ライトのシンクロニシティ。図らずもブラックパンサーを背負うことになったシュリと近年の作品選び。スティーブ・マック・イン監督、スモール・アックスのマングローブや平場での社会的発言から、主にイギリスの黒人コミュニティの代表としての立場を背負う存在になったレティーシャ・ライトを重ねずにはいられません。 神や頂上的な解決策が降りてくるのに頼らず、プラグマティックに問題に向き合い、落としどころを探る尻に、先行世代が当てにならず、嫌をなしに自分がやらねばならないという若い世代の大変さ、聡明さを感じずにはおられませんでした。内戦というワードが出てきたこと。BBC ニュースの画面でラモンダの死を報じる場面、内戦によるものと思われますと、さらっと出てきて、内戦は今後の北米の物語コンテンツから切っても切り離せないものになる予感 リリーの秘密基地にあった車。プリムスのバラクーダ72年。アメリカの排ガス規制に直撃して、ほぼほぼも出回ることのなかったかっ、歴史に忘れさせられた傑作車種。くしくも、1972年は ERA がアメリカ議会で承認された女性にとって歴史的な年です。ここからいくつもの符号を見出したくなるのは映画付きの悪引きでしょうか。長くなりすいません。わかんだほいば、個人的には大傑作ですと。はい。 かなり背景を研究した感想をいただいてる感じですね。うん、なるほどなっていうところですね。うん。あ、すごく興味深いですね。うん、そうですね。なんか車もちょっと狙ってやってそうな気はせんでもないですね、そこ。<laughs> そっか。うん、あれ、プリムスのバラクーダなんだ。うん、なんかただのアメリカのマッスルカーやクレーンしか持ってなかったので、写真まで全然理解してなかったので、うん、あ、すごいと思いました、うん、そ、うん、はい。じゃあ、具体的な話入っていこうかと思うんですけども、 原口さん話すポイントなんかありますかだから俺、シュリ里が新しいブラックパンサーなるのはなんか分かったんだけど、あの、ジュースの時に、ヒルモンガーに合うのが結構意外やったんですけど、あの辺ってどういう解釈なんかなとは思ったりしてまして。えっと、あれに関しては、まずシュリ里がそういう伝統とかあんまり重んじない先進的な価値観を持ってる人っていうところで、 その、祖先に合わないっていうところですよね。あれって、ちょっと僕ワンの記憶うっすらしてるんですけど、あ,<ー>あれって祖先に合うみたいなやつですよね、ハーブのダートって。確かそういう感じ、ね。そうそうそう。で、ね、うん、ティチャーラは、うん、親父に合うよね、うん、確か、うん。だからその、ワカンダの伝統にのっとってない価値観の人に出会うっていうところで、キルモンガーが出てくるっていうのが一つ。 と、あとやっぱり、その、あの時点の趣里は、悪をモチベーションに行動しようとしてるっていうところですよね。そこでやっぱり、その、正しさとか規範みたいなものではなく、怒りとか悪を原動力に動いている人間っていうところで、キルモンガーに出会うっていうところは、僕むしろすごい説得力ある展開やなと思いました、そこは。うん。んとね。はい。えっと、あれ、今回の、ね、前作で、あれ、キルモンガーなくなってないよねって思って、余計ちょっと混乱してんけども。 え死んだでしょ死ん、前作なくなってました。あれ死んだって感じやったっけ死んでましたよ。うん。死んだじゃないですか。そうか、あれ死んだのに見えなく、そうか。そう、死んでますよ。はい。うん。はい。私も実は死んだって思ってなくて。あ、そうなんですかえあ、そうなんですか私、キルモンガー、キルモンガーっていうか、マイケル・ B ・ジョーダンがブラックパンサーになると思ったんです、ずっと。あ、そうなんですかあれ おうそう思ってるの前田さんだけですよって言われました。<laughs> うん、知り合いに。なるほど。<laughs> そうなんだって思います。いやでも本当に今回その、まあ彼女が、趣里がブラックパンサーを継承する流れの中で、こうなったシーンとかが、まあ予告編とかでも寝た時に、彼女のビジュアルが出た時に、まあ結構盛り上がる場所なのかなって思ったら、全然盛り上がらない場所だ、みたいな。むしろものすごく深いぞ、みたいなというか、結構重い、まだまだ全然立ち直ってないぞ、みたいなところに持っていってるっていうのは、うん まあなんというか、本当になんか、その簡単には乗り越えられないぜ、これ、みたいなところをまあ描きたいんだろうなっていう、今回のライアン・クーグラ含めて、制作人が。まあそういうことなのかなとは思ったんですけど、なんかまあ本当に、だから本当今回2時間半以上あるじゃないですか。とにかくずっと重い。ちょっと辛いっていうのは正直思いました。 確かに、そこの見栄は弱かったなと思って、その、趣味がブラックパンサーになった瞬間が映画のテンションのマックスであるべきじゃないですか。本来的に言うと。そう。うん。来たーってなりたいけど、あくまで儀式完了したんで、それを表明しますみたいな感じで、その、部族長たちの前に現れるから、うん、その、そ<う>なんか物語的なテンションマックスのところじゃないんですね。 というか、その、盛り上がりどころはあんまないんですよね。うん。割と淡々と進んでいく。でも、その割にね、音楽はなんかもう、前作のメインテーマは流れるわけですよ。あの、勇ましいね。うん、な、なんだろうこの感じみたいな。<laughs> な不思議というか、<laughs> うん、ちょっとね、こうなんか、いい意味でも悪いでも、開けさせてくれないっていうのは、うん、なんかもう今作の一貫したトーンだなとは思います。うん。僕、そこは結構好きや。 あんまりヒーロー映画っぽくないというか、あくまでブラックパンサーっていう存在を、それこそ多いってあるとか、その、もう継承の意味でしかない。だからヒーローって意味は帯びてないですよね、ブラックパンサーが。そういう、この国を守っていく人間としての正当性みたいなものを保証するためのアイコンでしかないというか、その、うん、映画的な意味でのヒロイックな存在には、 扱われてないっていうところは、うん、まあ、あの、地味やなっていうのは確かに思いましたかね。うんうん、さっき、前田さんが言ってた引っかかりところを聞きたいんですけど、どんな感じですかなんか今回あの、タロカンはい。と戦うじゃないですか。うん、はい。で、私その、タロカンの誰でしたっけあの、足首に翼ついてる人。ネイモアネイモアですね。はい。ネイモアうん。あのキャラクター、 私、その原作とか、全然知らないんですけど、はいあ、めっちゃいいなと思ってて、うん、なんかその展開として、うん、なんですか、あの、ワカンダが持ってる石みたいなやつを、ビブラニウムを、はい、そのタロカも持ってるっていう、うん、ところとかのつなげ方とか、すごいこう、いいなと思ったんですけど、うん、なんかあの人たちってこう何千年も、こう、あそこにいたわけじゃないですか。うん、こう、迫害された歴史があって、うん、で せっかくそういうバックボーンを持っていて、うん、その、ある意味分かんだと近しいというか、うん、分かり合える部分がすごく多いのに、うん、なんか、あの、敵になる展開がちょっと急すぎるっていうか、無理やりすぎるなと思っちゃったんですよ。なんか、うんうん、手を組まないんだったら攻撃するみたいな。うんうん、なんか、何千年もあそこでああやって、うん、自分たちの生活を守ってきた人たちが、うん、急にそんなことするかなっていう、なんか、キャラクターに説得力がないっていうキャラクターの行動に。 なんか、ストーリー都合で、急に悪役にされちゃった人みたいな印象を受けちゃって、うん、あの、うん、なんていうのかな。で、急に、んていうんですかね。まあ、自分たちの暮らしが脅かされてたのは、まあ、その、わかんだが、前作で世界に公表したからだっていう、そこまではわかるんですけど、うん、だからその、うん、あの、科学者というか、大学生の女の子、うん、あいつを連れてこいみたいな展開もちょっと正直よくわかんなくて、そこに、それは、像を向くかな、みたいな。ね、普通にシンプルにアメリカやんって思うんですよ。 そこは。で、うん、そこに協力してくれって頼むのはわかるんですけど、うん、なんかその科学者の子を殺そうとするのもちょっとよくわかんないし、うん、で、結局その趣里がそのお母さんを殺されちゃって、まあ、復讐に燃えて、うん、まああと、向こうが攻め込んできたっていうのもあって、戦うことになるわけですけど、うん、まあそもそも、その趣里を助けに来た時に、わか、うんだの方が先にタロカンの人を殺してるじゃないですか、二人ぐらい。うん、なんかそれ、うん んやろその時点で私ちょっと、うーん、みたいな。なんかあんまり、<ー>そう。でそのお母さんが殺された悲しみはわかるけど、先に殺してるのそっちやしなとか、なんかその辺で、ちょっとわかんの正当性もよくわかんなくなっちゃって。 うん、で、急に一週間後にまた来るからみたいなのも、なんかちょっとよくわかんなくて、なんかあのあたりの展開が、うん、ま正直その次の、の MC の次のフェーズありきの今作のとりあえずなんか登場人物全部出しました感があるんじゃないかなって思っちゃったんですよね。うん、なんかそれがちょっともったいなかったかなと思って、うん、もうちょっとあの、うん、タロカンのバックボーンをもう少しちゃんと活かしたというか組んだ、こう、意義ある戦いをしてほしかったなとは思ったんですけど。なるほどね。 うん、僕も結構、どちらかというと僕、タロカよりワカンダ側のちょっとなんか正当性みたいなところがちょっと違和感あるというか、なんか勇み足なとこ多くないですかみたいな今回みたいなことが結構ちょっと見受けられるのがちょっと乗れないんですよね。なんかその、まあ王が亡くなってラモンダが統治してるワカンダがそのなんというか、なんかもうちょっとなんか平和的ななんかアプローチみたいなのとか、なんかその国際世論と、 そのもう一個隠されたタロカンとの間に揺れるみたいなことで、なんかもっとそこで自分たちの正当性というかを、に思い悩むとかっていうのがもっと必要なはずなのになんか結構勇み足でなんか怒り飛ばすみたいなとか、あの勝手に侵入して救い出して人殺すみたいなとか、ちょっと待ってくれよって思っちゃうこが結構あって、この戦争は何なんだよってちょっと思っちゃうんですよ。なんか、がっつり本当に、今回本当なんか政治、 劇というか、もう、強国同士のパワーゲームみたいな話じゃないですか、本当に。で、まあ、それは多分入れるのって、まあ、今の世界情勢とかも含めたことを描きたいんだろうなと思うんですけど、なんかそれ、手出したのはいいけど、ちゃんとやれてなくないみたいなのが、ちょっとノイズになるので、うん、この話は何だろうみたいな気持ちにちょっとすごくさせられてしまうっていうのが、まあ本当になんか、その勇み足の部分が全部なんか、物語上の段取り的だなっていうふうに見えちゃうというか、うん もう怒った。はい。もう一回やり返しますみたいな。本当条件反射みたいなところとか。<う>なんかそういうところは結構ちょっと僕は分かんだ側にそれは結構そういうところがちょっと見受けられる感じが僕ちょっとしちゃったので、うん、なんか何だったのかなこの話はみたいなふうにはちょっと思ってしまうところがあります。うん、うん。なるほどな。いや、そうやわと、おめえながらお二人の話聞いてました。<laughs> <laughs> <laughs> いや、あのね、そうですね。確かに。そうですわ。 うんあの、それはそうだな僕は、はい、僕はね、はい、この話めっちゃ好きなんですよ。好きだし、この、理がないでしょっていうところも好きなんですよね。うん、だから、正しい人全然出てこないですよねっていうところなんですけど。うんうんうん、そうですね。で、まず僕、ネイモアがめっちゃ好きで、キャラクターとして。ね、僕、切るもんが全然好きなんですよ、ネイモア。うん で、やっぱ、キルモンガーは、そういう、過去、その、抑圧された過去とか、歴史とか、背負ってるけど、やっぱりそれを踏み台にして、俺が俺がっていう感じの野心家ではあるじゃないですか。うんうん、でも、ネイもあって、基本的にはその、部族の生存競争を、生存戦略をしてるだけだとは思うんですよ。うん、だから、今回、敵対はしますけど、悪ではないですよね。 そうなんですよね。もともとね。本来全然悪役と思わなかった。うん。あくまでパワーゲームをするために対立せざるを得なくなるっていうところで、で、それは分かんだ側も等しいっていことなんですよね。そこに全悪の比重があんまりそれぞれに、こっちは善よりです、こっちは悪よりでした感じがあんまりなくって、お互いにちょっと腹ゲーをしながらパワーゲームをしてるっていうところ。 うん、が僕はすごい好きで、で、まあもともと前作ブラックパンサーで言うと、あれは黒人社会の中での分断みたいなのが背景にあるじゃないですか。だから成功している、うん、守られている黒人とそうではない貧しい中から出てきた黒人っていうものが分断していて、そこが対立するっていう話でしたよね、ブラックパンサーは。で、今回は歴史の中でアメリカ大陸に連れてこられた、うん 民族の後継者であるものと、アメリカ大陸に来られたことで侵略された民族とが対立するっていう話じゃないですか。どっちも西欧の被害者なんですよね。どっちも。そうですね。西欧のそういう覇権主義的なものの被害者として双方があって、で、それぞれがその西欧の列強と対峙して国際社会を生き抜いていかないっていうところで、 より折衷案みたいなのを取っていこうとするわかんなと、いや、もう叩くしかねえじゃんっていうのを取るタロカンっていう立場。でもお互い寄り添えるかもしれないじゃんっていうところで、でも寄り添えないっていうところで、まずその本来近い立場にいる者同士が対立してぶつかるっていう。これってむちゃくちゃ現実であることやと思うんですね。うん、その本来団結できるかもしれない人たちがまず一番初めにぶつかるっていう。 むちゃくちゃ現実ってある物事だと思うんですよ。うんうんうんそうですね。うん、で、今回、その、アメリカのニュースで内戦扱いされてたじゃないですか。うん、で、まあ、あの、タロカンの存在が隠されているからそういうふうに見えるっていうのもあるんですけど、結構このブラックパンサーの2作ってどっちも身内の争いみたいな感じがあると思うんですよ。うん、そうですね。うん、で、実際には、 あの価値観が対立者同士がぶつかってるけど、広い目で見たとき、より強大な敵、より強大な対抗相手がいる中で、そこを生き抜くために、まず近い者同士で価値観を揃えないといけないってところでぶつかるっていうのが生じている。だから、確かに内戦的には見えるというか、内輪もめではあると思うんですよ。でもそこのなんかシビアさみたいなのを描いてるところは、僕がすごいよく、 で、なんか、すごく理想主義的な人が出てきて、サクッと解決はできない。だから、女王も、すごい偉大な人っぽくはあるけど、やっぱりその、欧米であるとか国際社会に対して腹毛を使いまくるじゃないですか。で、やっぱりその、わかんだも狡猾だし、タロカンも狡猾だなっていうところ。で、それはやっぱり、そもそもが、やられたからっていうのが背景にある。 っていうところですね。で、そこを描いてるからこそ、やっぱり、それで、いやいや、あんなにやられたのにさ、お前ら、そんな妥協的な政策取るのかよい。いやいや、その、やられたからってやり返せばいいっていうもんじゃないでしょっていうのを、お互いぶつけ合って寄り添えないっていうところで、そこの解決策を、具体的な、なんか、こっちの方がいいよねとかじゃなく、やっぱり、解決策も腹毛なんですよね。うん、そういう、今後、自分たち、うん、 のイニチュアシブを取れるようなカードを手元に残したままとりあえず握手はしますと。でも背中には刃持ってますみたいな状態を維持するっていう、すごい妥協的だと思うんですけど、そのギリギリの平行を保ってるところを描いてるところをやってるっていうのは、あ、僕すごいなんか真面目だなって思いました。うん。真面目。いや。 多分本当に、うん、ライアン・クーグラーって本当真面目な人やなと思うんですよ。うん、本当になんか。うん。もう前編この重苦しいトーンっていうのを含めて多分本当に真面目やなと思ったんですけど。う,ん、うん。で、その、山口さんが言ったこともすごくそれわかるんですよね。その、まあ、実際のそういう国際情勢的なその、結局お互いなんかいろいろ抱えてて、そこをなんかも力の拮抗し合ってみたいなのの、まあ、やりとりの慣れの果てというか、ところが描けてるのはま、わかるんですけど、それだったらちゃんともうちょっとなんか、 政治劇的にもうちょっとちゃんとしてほしいなみたいな気持ちになってしまうって感じですかね。確かに。まあ、もうちょい。うん、テーマは政治的やけど、やってることは割とな、うん、なんか、あ<う>の。なんか、た野蛮人みたいな描かれ方じゃないですか、正直。うん、なんか、そ,<う>その、何千年もこう、虐、ね、げられた気持ちで、うん、それでも自分たちの生活をひっそり守ってきた。でも、いつかやり返してやりたいという気持ちは持ってたっていう。 そこでこうチャンスというか、今が機会なんじゃないかっていう時に、うん、そんな無駄な戦いに挑むかなって思うんですよ。なんかもうちょっとだけ賢い立ち回りを考えないかなっていうのが、うん、なんかちょっと、そんな、あなたのその何千年もの思いは、この一瞬でなんかそんなに、こう、うん、全部を無駄にするような行動に出ちゃうようなことなんですかって思っちゃったんですよね。うんうん、ちなみに、数百年ですよね。うん、あ、そうなんですか。 何千年後思ってた数百年かな。まあ、あの、大航海時代以降だから数百年ですよね。<laughs> まあそうか。まあまあ、なるほど。そうか。まああと、結構今回戦争みたいなのに、あんまりなんかその、実際戦うのは民なんだけど、あんま民が描かれないみたいなところも含めて、ちょっと、うん、みんなどう思ってんのかなこの話みたいな風<ー> <laughs> には思っちゃう。まあだから、本当に戦争を描いてるからこそ、いろんなこと考えちゃう。うん、みたいな。 ことは、まあ、どうしてもあるんですよね、そう。それはもうちょっとなんか、うん、うまくできなかったのかな、みたいな気持ちにはやっぱなる。うん、うん。あとなんか、戦いのシーンで、結構、最初はお互い、肉弾戦というか、うんうん、なんか、おーっていう感じだったんですけど、途中から、私これ結構個人的に許せないんですけど、なんかあの、アイアンハート。うん それ私、うん、アイアンハートの何かよく分かってないんですけど、うん、なんかあの、スーツ着て登場するじゃないですか、うん、お声とかが。うん、はい。あれ、いいのと思って、なんか、ずるないみたいな。その、あそこはなんかこう、肉弾戦で、なんか完結するべきでは、まあ、上のリーダーの二人はもういいとして。 こう、下の戦士同士は、お互いそのイーブンな立場で、こう、陸と海とでやってるのに、いきなりなんかスーツ着たアイアンマンみたいなブワーッと着て、ドドドドって打ちまくるとか、なんか割とひどいな、みたいな。なんかアメリカとやってること一緒やん、みたいな。結構なんか思っちゃったんですけど。割とひどい。なんか、そう。あとなんかあのスーツが青色なのも、なんで青なのそこなんかわかんだカラーじゃない、みたいな。 も,もうなんかすごいそういうのが次回作への前振り、チラ見せみたいな感じでなんかちょっと嫌だなみたいな。あそこは正々堂々とお互い肉弾戦で、しかもワカンダのなんか選手のいいところってそこじゃないですか。普通肉弾戦で槍とかで強いみたいな。多少のそういう武器とかはあっても、なんかそのワカンダの戦い方の良さでそのまま ゴブゴブで行って欲しかったのに、うん、しかもなんなら、スーツ使ってたけど若干タロカに押されてましたよ、なんか。うんうん、だけど上が負けたから、とりあえず引きますみたいなのも、なんかちょっと、うん、タロカに買ったのもなんかあの、サウナみたいなところでネイモアを弱らねいみたいなのも、なんか知恵、知恵っちゃ知恵やけど、基本的に全部なんかこう <laughs>、まあ、テクノロジーの資本持ってる方が買っちゃうやんみたいなのが、なんかちょっと、 戦いとして、ちょっと、なるほどな。クールじゃないなと思っちゃいました、ね。正々堂々と葛藤しかったまあ、あの、青いスーツの方の話やったんですね。いや、あれ、アイアンハートはあの赤い方ですよね。うん、青い方は多分ミッドナイトエンジェルって名前ついてましたけど、確か。うん、あ、なるほど。ミッドナイトエンジェルね。うん。まあ、どっちも原作にあるからっていう、元もこもないのがあって、うん で、アイアンハートはこの後シリーズドラマがあるから、うん、そういうどこで紹介するかっていうところで、でね、まあ、あの、うん、黒人の女の子だから、じゃあブラックパンサーで出そうかな、みたいな、そういう、まあ、 プランななのかもしれないですね,まあ,ねまあそこは、うんうん、正直、ワかんだの戦い方って、もうほとんど古代ローマとかの感じじゃないですか。うんうん、やりと盾てってとか。まあまあね。<laughs> しかも、今回ね、ねもう今回、工場戦をするじゃないですか。うんうん、工場戦。もうあの船とか、うん、工場戦をするためだけの形でしょ、あれ。<laughs> <laughs> もう時代2000年ぐらい古いでしょ <laughs> その戦争の相方の時代が。いやでもそれがかっこよくないですか私ああいうの好きなんですよ。あ<ー>なんか、なんやろうな。こう、そうじゃないとなんかこう、さっきも言いましたけど、うん、資本持ってる方が買っちゃうのってロマンがないっていうか、<ー>こう知恵とか、あ,はい、あの、戦略とかで買ってほしいんですよ。<ー> <laughs> 確かに、まあ、それはそうかも。やっぱり、あの、MCU って違うヒーローの話をいっぱいガッチャンコしてるけど、個々のやつは個々のリングで戦うっていうのが基本的にはあるから。だから、その、スパイダーマンの敵はやっぱスパイダーマンの敵の範囲でしかないというか、スパイダーマンが対峙すべき問題とかっていうものはやっぱりそのスパイダーマンサイズで描かれるっていうところ。だから、アイアンマンの敵はやっぱそういう、 テクノロジーを持ってるやつだし、キャプテンアメリカの敵はそういう政治的な、うん。イデオロギーの敵だったりとかって、うんうん、当然それはキャプテンアメリカが戦えるスケール感の敵が出てくるんですよね。だから、うん,うん。その、能力のスケール感も、基本的には鏡合わせな,なわけですよ。だから仮面ライダーが、 敵と同じ力で戦うのとかと同じことで、アイアンマンは同じテクノロジーを持った敵と戦うし、うんうん、キャプテンアメリカは同じそういう身体能力の高い範中のやつが敵として戦うから物語が映えるっていうのがあるわけですよね。で、今回ブラックパンサーだったらまあ前作で言ったら基本的にワカンダの人同士で戦ってるから、戦い方は基本的に噛み合ってるわけですよ。うん、で、うんうん、ワカンダっていう王国の王位の継承を 競う話だから、そういう分かんだスタイルで戦うのも、まあ、うんうん、話と噛み合ってますよね。 今回は、ちょっと、その、そこが、ぐちゃっとしてるというか。そうだ。それやったら、その、タロカンも、その、ビブラニウム持ってるんやったら、タロカン側なんか、そういう武器出してくるんやったらわかるんですけど、なんか、あの人たち割と真面目に、なんかこう、来て、みたいな。なんか、そこがなんか、ちょっと可哀想に思えてくるっていうか。トラディショナルなものばかりでね。伝統的なやつでね。そうなんですよ。いやでも、あの、水爆弾、脅威のテクノロジーですよ、あれは。 <laughs> まあね。あれやばいですよ。だって。<laughs> <の>ドカーンってすごかったですけど。わかんだの、市町ビルみたいなところで爆発したら、あのビルの上の方まで水埋まってましたからね。うん、あ、確かにね。あの、ちっちゃい玉の中にどんだけ水入ってんのっていう、うん、恐るべき質量兵器ですよ、あれ。確かにね。あれが目の前で爆発して、粉々にならないのおかしいですよ、あの人たちは。<laughs> <laughs> 確かに。強いな。割となんかみんな助かってましたもん。<laughs> うん なんか、水、ね、浴びちゃったみたいな。<laughs> そもそもあれ、持てないぐらい重いはずですよ、あれ。<laughs> 何千トンあるはずですよ、あれ。すごいな。<laughs> なるほどな。<ー>前田さんの言いことめっちゃわかるな。それは。で私なんか、見終わった後、うん、とはゆえ、続編に期待やなって思ったんですよ、その。うんうん、それが、ドラマシリーズに続くって聞いた時に、ムカつき度がちょっと増してきて。 <laughs> いやいや、リーに続くならわかるんですけど、うん、ドラマはないわと思って、うん、もうほんま、ちょっと怒りがふつふつと、急に湧き上がってきて、<laughs> まあ、アイアンハートがね、のだけの話になるので、まあまあ、ね、そこからどう絡んでくるかちょっとわからないんですけど、うん、そうそう、なので、まあ、ね、ロックパンサー自体は映画でやっていくと思うんですけど、まあね。確かそのネイモアのキャラ、すごい好きなんで。うん 次にそこでどううなるかってていうのは結構期待しあいつもともとコミックの方でも敵になったり味方になったりみたいな感じらしいんですよね。うん、へで、コミックの方だと白人のアメリカ人とアトランティスの民族との子供らしいんですよ。ほう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 。ほうほうほうだからそこは僕今回の再解釈みたいなのすごいいいなと思って、 うん、確かにね。アトランティスって言っちゃうと、うん、いや、アクアマンどうするねみたいな DC アクアマンあるけど、なんか、いろいろ問題起こりそうやなって思ったんですけど、<laughs> あれを、その、コンキスタドールに追われたマヤ文明っていうか、うん、あの辺の文明と絡めるっていうのは確かに面白いなと思いました、うんうんうん。結構そこの処理はクールだなと思うし、なんかその、実際のアメリカの中でもそういうオリジンが違う人たち同士、 白人じゃない人たちの圧力ってあるわけじゃないですか。うん、その、少数者同士でぶつかるみたいなのって現実にあるわけですよね。その黒人の人が、いや、ちょっと南米系のやつってマジあかんわ、みたいなことを言ってる現実はあるわけですよね。でも、まあ、それってまあ、本来的には両方とも、 被害者なはずだけれども、やっぱりその立場的に近いところにあることで、まずその隣とぶつかり合ってしまうっていうところを追いかかれてるっていうのは、僕はやっぱ結構クールな切り口なんじゃないかなと思うし、そこでやっぱりそのコンキスタドールに侵略されたラテンアメリカの人たちを追いかくっていうのはめちゃくちゃクールだなと思いましたけどね。 まあ、あの、それの語り口が鈍いって言われると、うん、まあ、そうやなって思いました。聞いてて。普通に手を組んでアメリカをボコボコにしてみてほしかったです。ああ、でも、<laughs> あの、分かんだの国そのものはともかくとして、その、ブラックパンサーのメインにいる人たちは、割とその、アメリカのヒーローたちと仲良かったりするからなっていう <laughs>。いや、そうなんですよ。私ね、あの、ね、ちょっとシビルボーを見てないんで。うん そこ知らなくて、最近ちょっと知り合いに解説してもらったんですけど、うん、なんか私、ブラックパンサー1の終わりで、うん、自分たちがそのビブラニウムを持ってることを世界に公表した意味って何やったのかなとかちょっと思ってて、うん。うん、まあでもその、シビルウォーにそれは繋がっていくんですよね。え、ちゃうシビルウォーから繋がってる順番かなかえ、シビルウォーからえ、<laughs> ちょっと分か、らんくなっちゃそうですね。ブラックパンサー1の話は、シビルウォーの後にある話。 になるので。あ、そうなんですね。シビルウォーであの、えー、ブラックパンサーの父親が国連の会議で亡くなっちゃうんですよ。で、そこから、その王位、うん、継承する話っていう、なるのであそうか、うん。そうか。あと、アクションシーン結構見にくくなかったですかそこ、そこも結構不満なんですよね。 僕、前作まだ、ラストシーンがなんかちょっとあんまりなんか、ラストの戦いキルモンガーとブラックパンサーの戦い。あんまなんか CG 臭くてなんか嫌だな、みたいな思ってたことあったんですけど、うん、なんかその前のちょっとスパイ活劇的なところとか結構好きだったりしてたんですよ。うん、プサンでの戦いとか。うんうん、なんかそういう印象的なシーンを語れるんですけど、今作そこがあんまないんですよね。どうしても。本当に、うん、あの、夜のシーン何も見えないんですよ。そう。あれは問題。 そう。僕、ちょっとそこが気になってアイマックス見に行ったんですよ。うん、アイマックスとかそういうドルビーやったらもちろん綺麗に見えるのかなって思って、そこをちょっと確認したかったんですけど、うん、見ても暗いなみたいな。うん、もう普通の映画館で見たら表情何も見えないんですよ、本当に。うもう、あれは良くない。ほ、うんとそういうとこダメだなって本当思っちゃって、アクションも本当にあんまパッとしない。中、うん、の、クライマックスのワイヤーアクションみたいな感じのあれとかって、いやもうグレートウォールやんか、と。 もう、うん、グレートウォールのあれやんみたいなのに思っちゃったし、なんかちょっと新しさとか、なんかちょっとお,おっていうシーンがなかったのもちょっと不満ですね。うん、それは思ったなあ何やってるかよくわかんないって全然楽しくないんですよね。うん、しかも暗いし、なんであんな夜のシーン多いのかもよくわかんない。 でもうね、あのー、僕、あんまり映写が良くない映画館って見たので、もうボケボケなんですよね。<laughs> もう余計に見えないですね <laughs>、あのー。もう輪郭が立ってないから、なんか、ぼやーっと薄暗い中で、なんか人がうごめいてるみたいな感じで、まあ何か戦ってはいるが、戦ってはいるという事実ぐらいしか認識できないぞ、みたいな感じはあって、本作の明確な弱点だと思います、そこは。うん。うん。おこえさんむちゃくちゃ良かったですけどね。 お声いいですよね。お声はね、いいんですけどね。うん、なんかあの、趣里が、あのー、あれ趣里とお声でしたっけ、はい、一緒に。はい あの女の子を大学から連れて帰ろうとするときに CIA?CIA でしたっけあれ FBI?CIA と FBI の違いが分かんないんですけど FBI に取り囲まれて逃げるシーン私あそこめっちゃ好きであそこめちゃくちゃテンション上がってでからのタロカンのに会うみたいなあの時点のタロカンの人たちめちゃくちゃ強いじゃないですかもうなんかなんて強い奴ら出てきたんだ絶対無理じゃんみたいななんかその感じを多分まだ秘めてると思うんですよねだってなんかあそこの 時なんか攻撃しても治るみたたいいななな感じじだったじゃないですかかんあそこら辺の特性は多分今作では多分完全には生かしてないと思うんで、うん、まあそれも次でなんかこう活かしてくれるんかなとか思いつつ、うん、あれミュータントって言ってたから、うん、X n への布石やと思うんですよねえっ そうなああ。多分、ネイモアに関しては多分ミュータントなので、言ってたので、<laughs> まあ、X 名の布石というかっていうのを打ちたいんだろうなっていうのは分かりましたね。薄すぎるわ。あと、怪我しても治るのは、多分あれかな。ウルバリンのあれかなっていう。ちょっと待って待って。何,何、何が起こってるのあ、でも待って、それ、タロカンの人は別にミュータントではないんじゃないかなと思うんですけど、おそらく。あ、 あ、そういうことか。そう。タロカの中の数名のメンバーだけなんかなその。いや、あの人だけ。ネイマーだけかなネイマーだけでした。でもなんか、あの、橋の上で、橋というか、あそこで戦った時に、なんか治ってませんでした、うん、傷。治ってました。治ってましたよね。なんか、治ってるというか、 治ってるんですかねあれ <laughs> なんか、ただ丈夫とかじゃない、わかんないですけど。丈夫なん <laughs> まあ、丈夫やとしてもすごいけど。とどめ刺したけど、治ったみたいな話はしてたと思うけど、確か。ああ、そうなんですかね。なんかしてましたよね。はい、まあ、なんか特殊なね、なんか、草食べてみたいな話。はい、あれがビブラニウムと関係あるのか、ちょっと、そこはちょっと、設定がよくわかりませんけど。まあ、ミュータントではない気がするんだけど。まあ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 。待って、ちょっと MCU 広すぎるわ、世界が。あのー、大変すぎる。 ちょっと嫌になるでしょもうわかんないですもんね。付きいのことを考えたら。疲れますでしょって。<laughs> <laughs> もうわかんないですもん。うん、あのもう原作の設定がどうとかもう知らないですもん。うん、今の見てて。もう。まあまあ。あとあの、ねいもははい。 あの、うん、シュリとネイマが戦うシーンで、はい、足首の羽根ちぎってたじゃないですか。はいうん、なんかあの時、シュリ本人もなんか、うわ、やっちゃったみたいな感の反応だったし、見ててもなんか、そんなことしちゃっていいのみたいな。うん、みんな、はっ,ってなったと思うんですけど。<laughs> 私結構あれ、あの後大丈夫だったんかなとか結構気にしてて、また生えるもんなのかなとか。どうなんやろうん。でもあれ、生えなかったら、ちょっとバランス悪いですね、飛ぶときの。 ちょっとふらついてましたよね。<laughs> まあ、飛ぶ飛ばない別にしてめちゃくちゃ強いからまあいいんじゃないですか。<laughs> <laughs> いいの。<laughs> わかんないけど。<laughs> 結構彼のアイデンティティが詰まってる気がする。飛ばないとやっぱりククルカンと呼ばれないわけじゃないですか。羽を持ったヘブと呼ばれないわけですよ、やっぱり。そうですよね。ククルカンっていうあれもありましたもんね。うん、神としての。そうそう。異名がやっぱあるので、生えていただきたいですけど。うん、あとちょっと僕、趣里の話がちょっとしたいというか。はい。 まあ、お便りでも結構その、書かれてましたけど、やっぱ今回趣里がすごく重たいものを背負うっていく話じゃないですか、やっぱり。もうなんか、まあ偉大なる王の後を継ぐっていうのもだし、やっぱりその、まあ、本当に若んだの国そのものを揺るがすような存在と、今回まあタロカンっていう存在と出会うことでよ、余計に揺るがされてそれも背負わなきゃいけないっていなんか本当にまあ、今回趣里が背負ったもの、まだこんなにも若いのに背負わなきゃいけないのかみたいなところで、まあちょっとその、本当に頑張ってほしいなというか、なんか、ちょっともう親目線なの、 気持ちちょっと見てしまうところはちょっとあって、うん、もう本当になんかこれから趣里がどうなっていくのかなっていうのはすごく楽しみではあったんですけど、うん、ただなんかちょっとその分ちょっと気になることがあって、はい、あの物語の最後でミッドクレジットになるのか、あのティチャーの隠された子供が出てくるじゃないですか、それいるかなっていうのがずっと気になってるんですよ。はい、思った。 いや、私それ思ったんですけど。ですよね。スリーで、スリーかわかんないですけど、うん、今後、趣里闇落ちするんじゃないかなと思って。うん いやそのさっき言ってた、あの、誰でしたっけマイケル・ B ・ジョーダンと、はい、キルモンガーと、はい、キルモンガーが出てきたこととかも踏まえて、一旦そのブラックパンサーにはなったものの、その方向性の力でなっちゃったから、次ちょっとなんか闇落ちになっていって、で、なんかその隠し子の方が正当にこう多い継承していくみたいな話になっちゃうんじゃないかなってちょっと思ったんですけど、年齢差結構あるけど、 そう。なんか結局、あそこで、その、隠し子というか、いましたっていうなったことで、うん、いや、またキルモンガーみたいなことになるやんって思ったわけですよ、やっぱり。うん。せっかく今回なんか、めちゃくちゃ頑張って修理が背負ったのに、なんかそれをちょっと台無しにしてませんかねっていう気がちょっとしてしまったんですよ、やっぱり。うん、なんかその、まあ、次の展開がそういうちょっと闇落ち的なところになるのかもしれないし、なんかそういう、ま、次回の伏線なのかもしれないけど、なんかあそこで安易に子供出したら、 いや、お前ら、また同じ鉄を踏むぞっていうことを、なんか余計に感じてしまって、なんかそれ考え出したら、なんか、いやもう、ワカンダの国のなんか君主性あんま良くないなみたいな気持ちにもなるというかあ<ー>、どういうことやねんみたいな気持ちにすごくなって、ちょっとその継承のやり方は良くないのではって、ちょっと2回目見て思いました。うん、それは、うん、あの、まあ、ワカンダ自体が王政だし、しかも部族主義じゃないですか。 うん、結構、ろくでもない側面むちゃくちゃあるよなっていうのは、あって。<laughs> そう、考えちゃうとね、うん、そうなっちゃうんですよね。その、部族長の人たちも結構この人たち利己的やぞみたいなのも見隠れするから、<laughs> 結構、あの、内側に爆弾抱えてるよなっていうのを見てて思うんですよね。わかんだ時代が。うん、<laughs> まあ、確かその、最初、あそういう、いざこざから、遠ざけときたいから、こう、息子というか、あえて隠し子的に。うんうん わかんだから離れたみたいなことを言ってたのに、<え>しれっとそのわかんだネームとかも、<え>もうそんな小さい時から教えて、バリバリ多い狙いに行こうとしてるやないかみたいな感じも。そうそう。もうダメだってそれ。うん、もう後目争いで絶対また前作と同じことになるからっていうのが。うん、えーうん、何この話。それはちょっとなんか、<laughs> あれってなるというかもうここは首里に継承させたでよくないですかっていうそのそう一端は、うんね、ちょっと気になってあのこの作品いろんな方が解説してるのを見てて最後エヴンバクが 王の代理みたいなことを言ってて、あれについての解釈はなんか人によって様々で、もう、主流あくまでもうあの王にはなりたくなくて、エムバックが王なのか、もう、あくまであのバーだけの代理のエムバックが王なのか、結局どっちの解釈なのか,かよくわかんなくて。ああ<ー>。でも、王制やとしたら、うん、いきなり外の人間が、 王になんのは無理でしょう。あ、でもあれか。あの、決闘に勝ったらなれるのか。うん。うん。まあ、<や>あの決闘ね。それもなんかどうか、なんか。うん、かある種、あの決闘をやめてるよね。でも、エムワクがある意味不戦勝なのあ,あくまで立場を代理なのか。結局そういう決闘とかで決めてたらダメだよねっていう、だから行けませんっていう風にしたっていう意味じゃないですか、あそこは。ああ。もう、飾りみたいな儀式みたいなものになっているはずなんですけど、うん、要は。 うん、だからな結局そういう古い伝統みたいなものは否定したいはずだから、趣里はで。そこで、あの決闘に出て、勝ったから継承できるとか、負けたから継承できないとか、そういう話じゃないですよね。じゃあそもそも舞台に上がりませんっていうのは、まあそういうことなのかなとは思いましたけどね。うん なんかむずくなってきた。まあ、じゃあどうやって決めてるのかわからんくなってきた。まあちょっとそれを考え出すと、ワカンダの国自体のなんか、<laughs> うん、あれこれどうなんみたいなのを考えてしまうので、ちょっと考えすぎあんま良くないかなと思いつつも。そうですね。ちょっと落ち着いて考えましょう。これは MCU 映画だということ。まあでもちょっとあそこで隠し子が出ちゃうのはあんまり良くないような気がするなというのは思っちゃって、うん、やっぱそこでちょっと追悼にならないなっていう気持ちにちょっとさせられちゃった。死んだ人の 血が繋がってたから良かったですよねとか、僕全然それピンとこないというか、それを良き話として捉えるのは僕そんなに好きな語り口じゃないんですけどね、うん、僕は、あれは。うん。意思でいいじゃん。意思が継承されたんだからそれでいいでしょっていう。そう。<ー>僕それでいいと思ったんですよ、やっぱり。<ー>意思でしょ。継ぐとしたら。うん、もういないんだったら。<ー>巨大な喪失から継ぐとなったら意思しかないと思ったので、そこでちょっとそれ出されると、あれ ってなるぞっていうのは思っちゃって、ちょっとそこで結構大きなもやもやがそこで生まれちゃったなーっていうのがあって、なんかやっぱり追悼映画としてやっぱりなんというか、どうしてもちょっと思い出すんですけど、ワイルドスピードのスカイミッションがあったじゃないですか。あれは完璧な形で追悼して終わったじゃないですか、やっぱり。なんかそこに今回近づけることができたんじゃないかなみたいな気持ちもちょっとあって、 たので、なんかそれだけにちょっと最後の <laughs> 子供が出ることで、ちょっとブレたなみたいな気持ちになっちゃいましたね。そうなんですよね。あそこ割とどっちらげたんですよ。本当、僕は。<laughs> うん、<laughs> まあまあ、そこはね。うん。 あと、やっぱ、僕、アメリカが一番怖いわって思いながら見てました。<laughs> まあ、<laughs> あのー、なんか、わかんだと敵対するかもってなった時に、じゃあ、弱らせるようみたいなこと言うじゃないですか。攻撃しようじゃなくて。うん、もう内部工作ですよ。もう世界中に代理戦争をばらまいた CIA の内部工作が、もう、お前らが一番邪悪やわと思って、本当に。<laughs> 確かに。CIA 暗躍ちょっとしてましたからね。なんか。 うん、マジもう、一番怖いわ、ほんまに。<laughs> まあ、あと、その、今回 CIA 長官になってたの人が、あの人やったんやっていうのは知らんかったんで、しばらくドラマとか見てなかったんで、いつの間にそんな立場になってるのかなとか思ったんですけど。あの人、何の人でしたっけなんか見たことある気がする。あの、ブラック。 ニック・ウィドウのエンドクレジットの最後とかでなんか出たりとか<ー>なんかちょっとそういうちょっとなんか影のアベンジャーズ的なというか、はい、の揃えるニック・フューリー的なポジションみたいな感じの人っぽいんですよなんかあれでしょサンダー・ボルツでしょそう確かその名前でしたっけそうそうそうの人なんですよね確かねはい、はい あの人、試合家な、長官になってんのかと思いましたけど、知らんかったと。<あ>どこでそんな話になってんのか知れませんけど。だから、あの、スーサイドスクワットのむちゃくちゃ嫌な上司みたいな立場でしょ、あの人。まあ、そうなりますよね、そう、う考えてもね。で、地獄のような汚れ仕事させるやつでしょ、あれ。<laughs> <laughs> いや、怖いわ、ほんまに。怖アメリカが一番怖い。<laughs> うん、アメリカ怖いですね。まあ、そんなとこですかね。うーん。 ありますちょっと文句ばっかり言ってしまった気がして。<laughs> けどね。僕も喋ってたら結構良くないところいっぱい出てきたわ。<laughs> 結構好きやったはずなのに。<laughs> 見てるときはめっちゃ楽しかったんですけどね。あ<ー>そうなんですよ。見てるときめちゃくちゃ楽しかったんですけどね。そう。なんでなんですかね。うん、あと、3D もちょっと文句言いたいんだよな。<laughs> <laughs> あんまり 3D 良くないなと思っての見てたんですけど、なんかそのしかも映画の横編の前にアバターがあるもんだから、余計に近いじゃないですか今回。まあね。海の中で青い人が出てきて、って。<laughs> 確かに。そうそうそう。あの余計にその差が出てるんですよ。あの 3D で見ちゃうと。あのやっぱ横編の段階でアバターすごいんですよ。やっぱ映像も。 ちょっと今更アバターかよとか思ってましたけどいややっぱ映像 3D 見たらすげえなって思ったんですよ予告編も 3D なんですか 横辺も 3G になったんで、ちょっと、その時に、あ、やっぱ、キャメロンは違いますね、とか、ちょっと映像面に思ったところで、その後に、なんか似たような人出てきたな、みたいになるじゃないですか。うん、青い人が出て、海の中でっていう感じになっちゃうので、うん。まあね、そういう海中部族みたいなのを描写としては、もうアバターを超えるのは無理ですからね、本当に。<laughs> たまたまなんですけど、本当に。海中部族 海中不足。あ、待った海中不足。あ、ち、違った。<laughs> 違ったけど、なんか。あのまあまあ、予告見てたらそんな感じに見えるから。<laughs> 確かにね。<laughs> そうそう。それはちょっと思いましたけど。うん まあ、いやでも音楽とかもね、結構良かったんですよ、今回。わか、うんワカンダをうえ、ん、ば。その、特に面白いなって思ったんですけど、劇版、うん、あの、ルドウィク・ゴランソンの曲、前作からやってますけど、なんか、今回、マヤ文明のモチーフが入ってるじゃないですか。うんうん、その、マヤ民族の音楽とかをアプローチしようとして、でも歴史が途絶えてるっていう状態で、うん、残されてないみたいな状態で、いろんな学者とかを集めて、復元してなんかそれを取り入れてるとかいう話があって、何その話みたいな、<laughs> すごいことやるなと思って。 思ったんですけどちょっとそういう意味でもすごくなんか面白いこととやってるなと思うんですけどねあのちょっとトンチキなこと言っちゃうんですけど今回まあ見ててね冗談ピールのことを思い出してたんですよ。はい、<う>でライアン・クーグルってむちゃくちゃ真面目じゃないですか。うんちゃんと社会に対してメッセージを提言したいっていう思い。 めちゃくちゃあるじゃないですか。うん、でジョーダン・ピールってなんかそういう黒人であることみたいなアイデンィティはあるけど、うん、基本的に面白いものを撮りたい。俺が面白いものを作りたいみたいな思いがある人やなと思ってて、うん、あの、ライアン・クーグラーがブラックパンサーで、ジョーダン・ピールがキリモンガーやなっていうよくわかんないことを思いながら見てたんですけど。そこの対立構造があるかみたいな <laughs>。 いや、なんか、ジョーダン・ピールはもう、その、きっかけはそこやけど、向かう先はもう、俺のものっていう感じがするなと思って。ああ<ー><ー>ライアン・クーグラーはやっぱちゃんと、その、開けてるというか、社会を見てるって感じはするなと思ったんですよね。まあ、あの、超個人的な視点なんであれですけど。はい、うん。<laughs> まあ今ね、黒人監督の中でこう、メインストリームみたいなというか、こ、うん、こにいるのはやっぱこの二人な感じがするんで、 まあ確かに結構違いますよね、アプローチの仕方は、当に。はい。じゃあ、まあこんな感じで、バックパンサー、わかんだフォーエバーの話は終わっとこうかなと思います。次回どうしましょう次回そうですね。ザリガニザリガニどうでした、マリオンさん。あの、結構面白かったんですよ、ザリガニ。そう、私的にはすごい良かったので話したいぐらいです。あんまなんかミステリー、まあミステリーじゃないですか、一応。うん。原作が。 まあ、ミステリーではあるんだけど、あんまミステリーみたいな感じでは見てなかったですけどね。そうですね。私もなんか、恋愛映画として、すごいいいなと思って、<ー>なんか普段ですね、恋愛映画とか見ないんですけど、なんやろな。うん、なんかそういう視点でもすごく良かったし、まあ、とにかくあの、主演の方、むっちゃ魅力的でしたよね。うん。確かにね、ザリガニね、案外面白かったあ、面白と思いながら見てました、本当に。うん。 あと候補なんでしょうね。ある男とかもありかなって思ってたんですけど。うん、ある男も。ザ・メニューとか。あ,あザ・メニューはてないな。ザ・メニューね。なんか、めっちゃ賛否分かれてますよね。そうなんや。そうなんです。うん、あの、僕ザ・メニューさっき見てきたんですけどね。お。はい。ザ・メニューは僕やめといた方がいいんじゃないかなって思ってます。マジかマジか喋るの無理じゃないかな、これ。おーん。 なるほどね。結構むずいと思います。で、ある男は見たんですけど、まあ結構喋りがいはあるようなテーマかなと思います。うん、すごく。アイデンティティをめぐる話であり、その名前を変えることみたいなのがすごく効いてくる話みたいな。うん。話、まあまぁ、めちゃくちゃリガニも僕いいなと思ってます。うんうん。なんだろう。他、あ,あ、まぁ、あ、それぐらいか。まああと、窓辺にいてもめちゃくちゃ良かったんですけど、多分ちょっと公開関数的に厳しそうな感じは今したので、なんとなく。 ああ、まとべに行ってね。うん。まあ、ちょっと長いし、見に行くの大変かなって思って。基本、今泉さんのは長いので。でも、前、もう、ゴロワさんとベストマッチな作品なんでね。まとべに行って。うん。ザリガニは僕ありかなとは。どうでしょうザリガニにしよう。<laughs> じゃあ、ザリガニにしますか。いいですよ。ザリガニを押す。とか、話さなかったとしても見てほしいです。あ、そんなに。うん。ザリガニしますどうでしょう。いいと思います。いいですか、ザリガニで。はーい。 じゃあ、<laughs> さっきからザリガニとしか呼んでない <laughs>。<laughs> 確かに、はい、ザリガニとしか言ってなくて、何の映画やねんってわります。<laughs> <laughs> じゃあ、次回ザリガニの泣くところで行きたいかなと思います。はい。あの、よく集どうしますなんか、前もって決めとくみたいな話してたけど、ちょっとおろそかになってましたよね。よくよく集あ、ちょっとよくよく集は何がいいですかね。ごせグリーンナイトとかどうなんだろう。ミッドナイトグリーンナイト。グリーンナイト面白かったですよ。 ほうほう。ちょっと死者で先に見させてもらったんですけど。ほうほう。すごく面白かったです。はい。どあグリーンナイトもいいですね。ちょっとグリーンナイト想定しときますか、じゃあ。想定だけ。うん。1> 第一候補ってことで。うん、はい。いいと思います。はい。じゃあ、とりあえず次回はザリガニの鳴くところでいきたいなと思います。<music> はい。では。 お知らせになります。12月も映画の話したすぎるバーを開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日帰りイベント型開場週間曲がり、日時は12月の17日土曜日、オープンが19時、クローズが23時となっております。えっと、この12月の映画の話したすぎるバーのオープン前に我々年間ベストの回の収録をしてから行きます。で、その後、バーの方でも 年間ベストの投票をお客さんから募ろうかなと思ってます。で、去年もやったんですけど、その番組宛てにいただいたベストのお便りとバーのお客さんからのお便りを集計して映画の話、す水流、バーラジオとしての2022年年間ベストを決めようっていうのをやりますので、うん、えっと皆さん、12月17日までに年間ベストのお便りを送っていただけたらと思います。 一本だけ。一本だけです。一本だけはい。一本だけ。一、はい、本,本だけですよ。去年もそうでしたから。まあそっか。一<故>本だけでしたね、去年。いやこちら、テーマね。はい。我々もベスト10言ってたけど、投票は1位しか数えてなかったですから、去年。我々も均等です。<え>県民は。次の S の白くって年間ベストを決めるんですね。下半期じゃなくて。年間で。はい。その。まだ、どっちも苦行が。はい。なので、まだちょっと早いですけど、年間ベストのあたりも、 送っていただけたらなと思います12月17日までに てください。はいまたこの番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています番組の感想次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いですまた次回バー開催情報キャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますのでツイッターのフォローもよろしくお願いいたしますあとこの番組のイメージキャラクター映画の反射させすぎる猫か狩かりをあしらったグッズを販売していますのでよろしければご購入くださいませお便り受付継ぐ先ツイッターアカウントグッズ販売サイトいも番組説明文に記載しておりますと はい、今日お便りいただいた方がグッズを一つ買っていただきましたありがとうございますあの荒ぶる神を鎮めるためにお供え物をしてそうなんですか <laughs> <laughs> よく分かってないんですけど僕ら荒ぶってましたかね縮<あ> <laughs> <laughs> まれはいそれでは <laughs> 映画の発したぎラジオリニューアル第92回「ブラックパンサーわかんだフォーエバー」の回を終わりたいと思いますそれではまたお会いしましょうさよならさよなら